このピックアップはですね、1990年に発表された、57クラシックはウォームでフルなトーンとバランスの取れたレスポンスを提供し、クラシカルなギブソン PAF ハンバッカーのクランチを再現します。アルニコ2マグネット、ニッケルメッキのポールピース、ニッケルのスラブポールピース、メイプルスペーサー、ヴィンテージスタイルのニシン配線などオリジナル PAF と同様の仕様で作られています。これがですね、ギブソンの名高い通称 PAF 特許出願中の意味ですね。ハンバッカーは当初生産開始から数年間、巻き数やテンション感について一様な正確さを欠く機械で巻かれていました。その結果、個体差で出力やトーンが微妙に異なる個性豊かなピックアップが作られていました。これらのハンバッカーはトーンの可能性を 100% 追求したいプレイヤーにとって非常に魅力的な存在でした。57クラシックヴィンテージスタイルのハンバッカーはギブソンがこの名高い特徴を捉え再現しようとした結果です。57クラシックピックアップはワックスポッティングが施されており、不要なピックアップの内部空間やマイクロフォニックフィーダーバックの可能性を取り除いています。出力が 7.5 キロオーム、ポジションフロントブリッジ両用、マグネットがアルニコ2、配線がニシン、ユータ加着温かみのあるトーン、釣り合いに取れた2個のコイルが特徴のヴィンテージ感触れるピックアップです。2020年製のレスポールなんですが、リアにはですね、コーナーがクラシックついてるんですが、フロントにはね、こう暫定的に調整可能なものがついてるんです。これがですね、どうもリアは、気に入ってますなんですが、フロントがねちょっと輪郭がモヤモヤなんですよ。こういう感じで、なんとなく違うでしょということで、なんか違うんだけどな、フロントがって言ってたところ、友人が送ってきてくれました。こちら、じゃん、57クラシック、はい、これがここにまあガチャンとつくわけですね。ガチャン、おう、素敵。ちょっとね、今のフロントのモヤモヤとした輪郭が、パシッとするんじゃないかと思います。ギブソンのね、正規代理店である黒澤垣さんの方に持ち込んで、一度はきちっと正しくハンダ付けして各部調整をお願いしたいと思います。はい、そんなわけで今回を、ご紹介したのは、こちら、ギブソン社の57クラシックピックアップでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。